明日はデート、あの人との初デート。お待たせしました。ごめんなさい、夕べは遅くまで今日の服を選んでいて少し寝過ごしちゃいました。大丈夫、まだまだいけます。あれでよかったですね。こんなにいい天気ならお買い物だけじゃなくていろんなところに行ってみたいです。あなたと二人きりで。ごめんなさい、腕につかまっていいですか。足は大丈夫なんですけど何があるかわかりませんから念のために。はあ、ここまでは順調です。少し強引でもこれくらいしないと。よし、今日は決めます。デートの邪魔をするなんて許せません。あとは任せておけ、敵歴来合地方人。あなたたちね、噂の問題人ね。デートの邪魔をするなんて許せません。見切らせません。これで僕が気を引いてやる。音楽は耳じゃない、心で聞くんだよ。フィニッシュ。あとは任せておけ、敵で嫌いも不法人。あなたたちね、噂の問題児ね。はっ、これで僕が気を引いて。イエーイ。せん、待って、寝ちゃダメ。はっ、これで僕が気を引いてやれば。音楽は耳じゃない、心で聞くんだよ。フィニッシュ。デートの邪魔をするなんて許せません。見切らせません。あとは任せておけ、敵で嫌いも不法人。あなたたちね、噂の問題児ね。よっ、これで僕が気を引いて。そりゃ、デートの邪魔をするなんて許せません。見切らせません。せん、やあ、もちよ。これで僕が気を引いてやれば。音楽は耳じゃない、心で聞くんだよ。フィニッシュ。デートの邪魔をするなんて許せません。見切らせません。あとは任せておけ、敵で嫌いも不法人。あなたたちね、噂の問題人ね。はっ、これで僕が気を引いて。ラクロール、邪魔しないで。逃がさん、あんたたち。はっ、これで僕が気を引いてやれば。音楽は耳じゃない、心で聞くんだよ。フィニッシュ。デートの邪魔をするなんて許せません。見切らせません。あとは任せておけ、敵で嫌いも不法人。あなたたちね、噂の問題人ね。はっ、これで僕が気を引いて。イエーイ。そこ、せん、寝ちゃダメ。はっ、これで僕が気を引いてやれば。音楽は耳じゃない、心で聞くんだよ。フィニッシュ。もうない。デートの邪魔をするなんて許せません。見切らせません。あとは任せておけ、敵で嫌いも不法人。
あなたたちね、噂の問題児ね。ね。これで僕が気を引いてっけ。せい。うん、そこ。これで僕が気を引いてやれば。音楽は耳じゃない。心で聞くんだよ。フィニッシュ。デートの邪魔をするなんて許せません。見切らせません。